先に行きますね。まず山辺を小さめに描きます。間隔角度を揃えて閉じますね。そしたらこの一画目あたりの1から大きいという字を書き出します。真ん中を狙って、まあ大体の角度を揃えて止めますね。そしたらこの一画目の半分あたりね、半分の、まあちょっと下になりますけど、そのあたりから上の角度に合わせて伏せる位置を書いたときに、まあ2倍ぐらい。そしたら口をちっちゃく書きますが、台のこの位置ぐらいから、書き出しの位置ぐらいから口を、そうですね、四角に近い感じの口ですね、小さめに書きます。最後は台の右端のあたりに持ってきて、長めに持ってきて抜いていきます。